で、この後週間の天気をお伝えします。この後10日頃にかけては大雨の恐れがあります。こちらまず天気図を使って解説をしていきます。こちらは明日の天気図となります。明日もですね、梅雨前線が日本海からそして関東の南岸へと伸びる形となります。この影響でこの梅雨前線付近、そして梅雨前線の南側ですね、大雨の恐れがあります。そして似たような気圧配置がこのあと9日さらに10日頃にかけて続く見込みです。この梅雨前線に向かっては南からの湿った空気が流れ込みます。この湿った空気の様子見ていきますと、こちらは上空1500メートル付近の風の流れです。特に西日本方面ですね、この東シナ海からどんどんとこう湿った空気が流れ込んでくる、そういった状況になります。ですので10日頃、そして長引きますと11日の前半にかけて大雨の恐れが続きます。この後予想される降水量を見ていきますと、10日15時までの予想される積算の降水量です。このように西日本を中心に雨量が多くなりまして、多いところでは200ミリ以上、場所によっては300ミリ近い大雨となる恐れもあります。この後も土砂災害ですとか河川の増水など警戒が必要です。週間の天気アイコンで見ていきますと、まず西日本南西諸島方面です。西日本は10日もしくは11日頃にかけて大雨に警戒、その後12日以降になりますと梅雨前線の活動は弱まっていきますが、上空の気圧の谷や寒気の影響で不安定な空模様となりそうです。沖縄那覇に関しては夏空が続く見込みです。続いて東日本北日本方面、こちらも1週間通して雨の降りやすい天気、11日頃までは強い雨が降りまして大雨となる恐れがあります。新たな災害にもですね、警戒をしてください。そしてこの後気温も高い状況が続きます。この後1週間の気温を見ていきますと、西日本南西諸島方面、日中の最高気温は30度を超える日が多くなります。そして朝の最低気温も高い状況が続きまして、福岡のこちら最低気温見ていきますと、連日25度近くということで朝の気温も下がりません。日中夜間を問わず熱中症には十分に気をつけてください。そして東日本北日本方面見ていきます。こちらも気温の高い状況ですね、続きます。東京名古屋の最高気温見ていきますと、連日30度前後まで上がってきます。蒸し暑い日が続きますので熱中症には十分に気をつけてください。この後10日頃にかけては大雨の恐れがあります。新たな土砂災害ですとか河川の増水、氾濫といった災害の起こる可能性がありますので、この後も十分に警戒をしてください。